高野国本は元 NHK のアナウンサーで昭和初期のスポーツ中継放送黎明期におけるスポーツアナウンサー。特に1933年の中、教唱隊民籍中延長25回試合の実況中継を担当したことで知られる。青山学院大学卒業大学では子供好きだったため同和部に所属し、毎週土曜日の午後、大学の近所の子供たちを集めて、 童話を語って聞かせていた。時事童話作家の黒島武彦や安倍末尾が姿を見せて指導を受けた。毎年2回、大学の行動で2000人の子供たちを集め、マイクなしで話して声を鍛える。1931年5月、ジョブックに入局。同年のジョブックの新人アナウンサーは高野を含めて6名。日本初のスポーツ実況中継は、 1927年8月13日、第13回全国、中東学校優勝野球大会の札幌市中大、青森市販の試合で、魚谷忠ニが担当したが、スポーツ中継黎明期における、スポーツアナウンサーは、決定的な人材不足であり、この大会では魚谷が、大会、全21試合を一人で担当、その後もジョブックの野球中継担当アナウンサーは、 ウオタニ一人で大会時のミヨックから応援のアナウンサーを呼ぶなど、4年経過しても状況は変わらなかった。ジョブックは1931年入局の新人アナウンサー6名のうちの半数にあたる高野を含む3名を、その年8月に開催された第17回全国中東学校優勝野球大会から野球中継に起用、大幅にスポーツアナウンサーの体制が強化された。 高野は、大会初日の試合を担当、自身のアナウンサーデビューとなる放送開始時に、字は、またもや、ここに巡り来たって一年の明け暮れも、我、人、共に、ひたすら待ち構えた8月13日、野球大会の日はついに来ましたと緊張気味に発した。1933年第19回全国、中東学校優勝野球大会準決勝、第2試合、 中京賞対面席抽選は高野が担当したが、この試合は延長25回、試合時間は4時間55分に及ぶ高校野球史上に残る大熱戦となった。この試合で高野は1回から25回までを1人で実況中継、すでにジョブックでは当時1人1試合担当制が敷かれていたとはいえ、アナウンサーにとっても過酷な試合になった。試合途中で、 他のアナウンサーが交代を申し出たが、選手が頑張っているのに、アナウンサーが止めるわけにはいかないと断ったという。試合終了後、周囲にいた人々から、疲れたろうと、ねぎらいの声をかけられたが、高野はまだ余力を感じていたという。高野は戦後、アナウンサーを引退した後は、NHK 福井放送局放送部長、NHK 帯広放送局局長、 NHK 放送博物館館長などを歴任1964年 NHK 退局1987年8月11日死去去去年79ありがとうございます。